東三松区で夏恒例の浜名スパークイベントが19日開かれました。このイベントは海水浴シーズンを盛り上げ高浜町の海を PR しようと区民らで構成される平成会と東三松観光協会が毎年開いています。この日はシーカヤックの無料体験やじゃんけん大会など区民手作りの催しが行われ、参加した海水浴客らがイベントを楽しみました。このほか高浜町のマスコットキャラクター赤ふん坊やがサプライズで登場し、子どもたちに人気のダンスを披露して会場を盛り上げました。海水浴客らは夏の思い出に高浜町の海を満喫していました。